よっしゃ、さあ乗ってきましたよ。ナンバーまで来ましたけど、まず先に行っちゃいましょう。この二扉車ってすごいですね。ロングシートやから、くっそなっかいね。こんな長いロングシートを初めて見た。さあ作り、普通三扉車とかだったとしても間にもう一個扉が入るからね、え普通大体ロングシートの電車って4、こういったね、4扉車が多いですからね。なんでこんな2扉車なんて作ったんでしょうね。特急用とかだったのかな。おもろいなぁ。すごいな。しかしあの2扉車っていう表示は、妙なインパクトがありますね。で、こっちが高野線。